ばんは。始まりました。はい。この時間は25分から45分の20分配信になります。最後までよろしくお願いします。よし、と夕方配信です。来てくれてありがとうございます。最後から3番目の配信になります。あ、ソリオさん、タマありがとう、よろしく。ウミガメさんありがとう、猫ちゃん、はい。というわけで今日3枠目、最後から3番目の配信です。ちょっとこれ倒れそうなんですよね。よろしくお願いします。はい、この時間はですね、お手紙を読む配信をしたいと思います。ギフトありがとう、皆さんありがとうございます。ソリオさん、ソリオさん、タワーありがとうございます。よろしくお願いします。ラスト3配信頑張ります。山椒さん、レインボースターありがとう。イメージカラーだそうぜ、おーおーおー、ありがとう。それでは皆さんにこの20分間でお手紙を読もうと思います。読んでもいいですか？読んでもよろしいでしょうか。はい、それでは読みます。応援してくれる皆さんへ、読むよ、本当に読むよ。お手紙読むよ。いいですか？聞いてくれてますか？みんな、クッキー、チョコポップなどなどギフトありがとうございます。はい、それでは読みたいと思います。めっちゃじらす。聞いてる？本当？嬉しい。ちゃんと聞いてくれる姿勢をとってくれてる。はい、じゃあ本当に読むよ。
応援してくれるみんなへ。2月3日節分の日から始まった写真集をかけたショールームイベント、1週間早いような短いような、一日一日が本当に濃く、久しぶりに頭をフル回転させて取り組んだ期間だったなと思います。みんな私の配信を楽しんでくれたかな。きっと見ていてもどかしい部分もあったと思うし、もしかしたら今回のイベントをすんなり受け入れられなかったかもしれません。正直私は配信のイベントは何回やっても慣れないし、やっぱり申し訳なく思ってしまいます。自分の非力さや現実を見る機会でもあり、こんなにストレートにメンタルやられることあると配信終わりは放心状態になったりそして何よりファンの皆さんへの負担を感じて、ありがとうって言っていいのかなっていつも思います。それでもこのイベントに参加するのには理由があって、言葉ではっきりと言ったことはなかったんですが、やはり写真集はアイドル人生において一度は出したい憧れのものです。ずっと出せたらいいな、私が写真集出すならどんなものにするかなと考えてきました。いつも想像してはやっぱり無理だと諦めていたことが、今回選ばれる日を待つのではなく、自分の意思で参加し掴み取れる機会が目の前にやってきました。やっぱり挑戦したい気持ちに嘘はつけず、最初は不参加でいようと閉じていたファイルをもう一度見て、私の中でこれでダメだったらイベントは最後にしようという覚悟を持って今回頑張らせていただきました。恵方巻きを作ったり、カラオケしたり、プレゼンしたり、コスプレしたり、演技してみたり、モノマネをしてみたり、振り切ってみたり、ふざけてみたり、真剣になってみたり、みんなを応援したりされたり、せっかくやるならとことんやろう、初心に帰ってみんなを楽しませるぞと心に決めて配信させてもらいました。みんなの手元にある小さなそのスマホの画面の向こうには私がいて、私が画面に向かって発信している向こうにはみんながいて、応援や愛を届けるにはいろんな形が世の中にはたくさんあるけど、私にはこの画面を通じてみんなとの絆を感じているし、確実に愛を受け止められています。本当にありがとう。あ、パソコンの人はあなたも私も私の思いも2倍ということで本当にこの1週間きついこともたくさん正直あったけど、みんなが時間を合わせて起きたり、お仕事の合間に投げてくれたり、夜遅くまで見守ってくれたり、応援してくれたから私は頑張れました。昨日話した決意表明通り、私は写真集を出したら責任を持ってとことんプロデュースします。みんなに応援してよかったと思えるように、今日最後のラストスパートの配信も頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いします。小島愛子より。以
上です。ありがとうございました。手紙を静かに聞いてくれて四十からさん、タワーありがとうございます。ありがとう。ここにタワーいただいたメモしてます。泣きそうに泣きそうになってる泣きそうになってる人がいる。はい、という感じで手紙読ませてもらったんですけども、思いは通じたでしょうか。サリオさん、リンボースターありがとうございます。緊張してきた通じました？みんなのこと感動をさせられてる、させることに成功してる。やったーやったードキドキしてきたね。あと3時間ぐらいですかね。青さん、レインボースターありがとうございます。レインボースター、何時間も切ってるか。はい、目指せ3位以内ということで、2時間20分か。このあとは、18時から配信をして、で、このあとの予定を言うとね、8時から18時45分まで配信をして、それで、ちょっと15分インターバル挟んで、ラスト19時からラスト配信最後までになります。もう19時からのラスト配信は本当にラストのラストのラストの本当の本当の本当のラストのラストのラストなので、飛ばしていきましょうで、19時からの配信なんですけど、ギフト集中タイムを3回設けているので、私がその時になったら合図を出すので、3回皆さんタイミングを覚えていてください。あ、りのんちゃんありがとう、ゆめちゃんレインボースターありがとう。あ、間違えた、りのんちゃんじゃなかった、ゆめちゃんゆめちゃんとゆめさんありがとうございますごめん、ゆめちゃんありがとうございます。
すみません。ごめんなさい。ありがとう、タワー。タワーいただいたらここに一旦メモさせていただいてもらってます。ウミガメさん、レインボースターありがとう。フジウサギさん、クッキーありがとう。緊張が出てる。これが終わったら残すところあと2配信なので、皆さん最後あと2枠だけでもいいので応援お願いします。リューポンさん、愛媛みかんさん、ルールさん、サルトビニザイモンさん、ギフトありがとうございます。早いですね。ネバーギブアップ、最後まで頑張りましょう。ウミガメさん、レインボースタワー、レインボースタワーありがとう。ドキ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 、縄文ドキ。愛媛みかんさん、レインボースターありがとう。カラオケはね、歌う曲決めてます。次の18時から18時45分は歌の力でさらに一致団結しようということで決めてます。何を歌うか。ドキ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 、縄文ドキ。みんな使っていいよこれ。カリさん、レインボースターありがとうございます。ウミガメさん、猫ちゃんありがとう。カタカナタカさん、レインボースターありがとうございます。なんか言葉数が少なくなってしまう。ドキドキします。ではこの時間45分が来たので終わりたいと思います。では13位、つぐさん、12位よしぽんさん、11位こうじまるさん、10位アーリーさん、9位うりんちゃん、8位あおさん、7位やましょうさん、6位きのこのかパパさん、5位くじますさん、4位ソリオさん、3位ウミガメさん、2位ゆめちゃん、1位しじゅうからさん、ありがとうございます。それでは18時からのカラオケで一致団結配信で会いましょう。残り2枠よろしく。ありがとう。